はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今回はマリナーズに関する話をしていきますが、ここまで19試合を戦って11勝8敗とまずまずの滑り出しを切ったマリナーズ、先日までホームシアトルでアストロズ、レンジャーズ、ロイヤルズの3チームを迎え入れて9試合戦いましたが、全カード勝ち越し、ロイヤルズにはスイープを決めて7勝、タイフランス JP クロフォードの好調に支えられた打線がこのホームでの9試合ではかなりつながった印象ですし、また投手陣もブルペンに少し故障者が出ている状況ではありますが、こちらもよく頑張ってくれましたね。投打が噛み合った時の今季のマリナーズの強さが垣間見えたのと、これを今後も続けることができるのであれば、今シーズンもプレーオフ争いいいところまでいけそうかなと感じるような戦いぶりでした。そんなここまでのマリナーズ、打線では先ほどフランスやクロフォードの名前を挙げましたが、投手陣で特に目立った活躍を見せているのがやはり先発のローガン・ギルバートでしょう。2018年ドラフト1巡目全体14位指名を受けた、チームの未来のローテーションを担う存在として高い期待を受けている右腕で、昨年外野のトッププロスペクトであるジェレット・ケルニックと一緒に MLB デビュー。シーズン通して少し不安定な部分も見せたりはしましたが、怪我もなくデビューした5月以降は先発ローテーションを守り通し、24先発で防御率 4.68、まあ防御率はあまりパッとしないかもしれませんが、イニング数以上の奪三振を奪いながら予四球をかなり低めに抑えていたため、 FIP は防御率と比較しておおよそ1点近く良い結果になっており、投球内容自体はそこまで悪くなかったとも言えるのかなと。2年目の飛躍にも期待できそうなピッチングを見せてくれたところ、今季はここまで4先発22回3分の1を投げて自責点がわずかに1、防御率にして 0.40、まだ4月なので何の参考にもなりませんが、防御率は現在 AL トップとなっています。ここまでの4先発、ギルバートは結構いい打線を持つチームと対戦してきましたが、それでもこの結果を残しているのが個人的には嬉しいポイントですね。ツインズ、ホワイトソックス、レイズは今季コンテンダーと呼ぶにふさわしいチームたちですし、レンジャーズも昨年オフ、セミエンやシーガーを獲得するなど、打線を一気に強化したのも記憶に新しいですよね。ここまでの唯一の自責点は開幕初登板のツインズ戦の初回にルイス・アライズに打たれたソロホームラン1本のみ。昨年と変わらずフォアボールで無駄なランナーを出すことも少なく、デー球威で相手を圧倒し続けるギルバートのピッチングは今そんなに心配せずに見ることができますし、2年目のスタートとしては文句なしの内容かと思います。まあまだ4先発なのでシーズン全体でどうなるかはまだわからないですが、ここまでのギルバートのピッチング、昨年とどう違うのかを今回はちょっと見ていこうかなと思っています。はい、まずは昨年のギルバートのピッチングを簡単におさらいしましょう。左の円グラフが球種別の割合で、右に球種別の平均球速を載せました。昨年のギルバートは平均球速 95.3 マイルのフォーシームが投球の 61.5% を占めるなど、非常に速球に頼ったピッチングをしていました。ギルバートは球の速さもさることながら、彼の特徴でもある長い腕を存分に生かした投球フォーム、バッターからすれば球速以上に速く感じるフォーシームがやはり一番の武器となっていて、スピン量とかリーグ平均くらいなのですが、それでもバッターが結構振り遅れたりと、まっすぐでガンガン押していく投球スタイルを取ったのは理にかなってはいますよね。ただこれだけフォーシームに頼ったのはもちろんその自信の表れとも言えますが、裏を返せば変化球に対する信頼がまだそこまでないとも言え、変化球の精度は日によってばらつきが大きかった印象ですし、またフォーシームとの球速差も大きかったので、バッターからすればフォーシームと変化球の見分けはつきやすい、対応はしやすかったのかもしれません。ギルバートは右打者に対してチェンジアップを使えていないため、右打者ですと特に球種の絞り込みがしやすかったのではないでしょうかね。左右別の成績でも右打者相手の方が圧倒的に悪かったのもそれが影響していたのかなと。ギルバート自身も変化球の全体的なレベルアップ、具体的には変化球のスピードや軌道を改善する必要があると昨年のシーズン中から感じていたようで、スピード面で言えばスライダーの球速を89マイル前後、カーブを83マイル前後、チェンジアップを80マイル台中盤とするのが本人の理想。昨年の平均球速と比較して変化球を6マイルから9マイルくらいスピードアップする必要があり、なかなか高いゴールを設定していました。そのためオフの課題として変化球の質の向上をテーマにいろいろと取り組んだギルバート。週に1回母校のステッソン大学でブルペンに入り、今までのオフでここまでの頻度でブルペンに入ることはなかったそうなんですが、試行錯誤を繰り返しフォーシームとの球速差を縮めるためにカットボールにも挑戦したそうですね。残念ながらカットボールは彼には合わなかったそうなんですが、その代わりにフォーシームをイメージしながらスライダーを投げたら、これまでよりも速いスライダーを見つけることができたり、また同じステッソン大学出身で人類最高のピッチャーであるメッツのジェイコブ・デグロームのブルペンを間近で見る機会や本人と話す機会にも恵まれたそうで、そこから学ぶこともいろいろとあったようですね。
すると今年のギルバートどうでしょうか。オフの努力の成果が今のところ現れているとも言えるんじゃないでしょうかね。依然としてフォーシームが多めではあるものの、割合が昨年よりも 3% 下がり、カーブやチェンジアップが微増。多少変化球への自信がついてきた様子がうかがえ、また課題だった変化球のスピードも全ての球種で大幅にアップし、スライダーが 86.2 マイルで昨年比プラス 2.8 マイル、チェンジアップが 85.6 マイルでこちらは昨年比プラス 5.7 マイル、カーブが 79.8 マイルでこちらも5マイルアップ。まだ本人が理想とするスピードとはなっていないにしても、一冬でここまで上げてきたのはまさに努力の賜物でしょう。バッターからすればただでさえ先発投手としては上位クラスのスピードを誇る。体感ではもっと早く感じるフォーシームへ対応しないといけないところ、変化球が全体的にスピードアップしたことで球種の見分け、特に投球の大部分を占め、スピード差も縮まったフォーシームとスライダーの見極めが以前よりも難しくなったのではないでしょうかね。また球種別の成績も見ていきましょう。まず変化球が良くなったことでフォーシームを狙いにくくなったのは事実かなと。被打率は昨年2割5分4厘だったところ、今季はここまで1割9分5厘。ただ打球の質も加味した XBA や XWOBA は昨年と大きく変わっているわけでもないため、多少運に恵まれた側面もあるのかもしれません。どちらかといえば成績が大きく改善したのはスライダーの方ですかね。昨年フォーシーム以上にホームランを浴びていた球種ですが、今季は打球の質を加味しても今のところかなりダメージを抑え込んでいます。これも投球改善に一役買っていそうかなと。昨年は左右の成績差が多少あったことを先ほど触れましたが、今のところ左右で大きな差がないあたりも変化球の全体的な底上げによるものと言えるんではないでしょうかね。個人的にはこれらに加えてゴロ率が 4% くらい上昇している点もいいかなと。まだフライボールピッチャーではあるんですが、やっぱり要所でゲッツーで切り抜ける術があれば、より長いイニングを投げられるようにもなってくるでしょうし、早くなったスライダーをそういった用途で使えればなおのことよく、ゴロ率がアップしているあたり、その兆しは見えているのかもしれません。ただもちろんまだ4先発なので、これを1年間維持できるかは課題となってくるでしょう。プロに入ってから1年で投げた最多イニングはマイナー時代の2019年の135回ですが、今季は健康ならおそらく170から180回前後、スタミナが問われる年になるはずなので、今のスピードをどれだけキープあるいは上げることができるかは投球内容にも直結するポイントになるかなと。あとはスピードアップしたとはいえ、まだ本人が理想とするスピードには到達していませんので、メインの変化球であるスライダーを中心にさらなるスピードアップを図りたいところですし、今季も右打者にまだ1球も投げていませんが、将来的にはチェンジアップを右打者にも、まあ、メインの球種とは言わずとも1試合で意表をつく意味でも何球か右打者にも使えたらいいかなと思ったりもします。こういった課題は残りますが、ただ今季開幕4先発で見せたピッチングはギルバートの順調な成長を感じるとともに、将来も明るいなと思うところでもありますので、これからどんなピッチャーに成長していくのか非常に楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。